ティブトリガーってブルブルすげえくる？ブルブルすげえよ。すげえ。なんか今までの PS4 と違う？違う。おお、すごいね。はい、どうも、うずです。ちょっとね、ここのとこね、私自身が忙しくて、あんまりね、日中に動画を撮るということが難しくなってしまって、まあすぐね、すぐ落ち着くんですけれども、ちょっと忙しい時期に入ってしまいまして、そんな中、待ちに待ったあれが届きました。そう、あれです。サムネイル通り。はい、こちらですね、こちらです。PlayStation 5。私ですね、プレイステーション5、はい、2020年11月12日に発売されたプレイステーション5なんですけど、私が開封するのは、11月16日の夜19時半でございます。ちょっとね、全然余裕がなくて開けることができませんでした。はい、なので、ちょっとタイムラグ的なズレ感はありますが、初ですね、私。他の方の YouTube 動画とかを見てないんですよ、プレステ5に関しては。ファミ通ですね。ファミ通は普段から見てますので、ファミ通でのプレステ5の情報は見てるので、大きいっていうのは聞いてたんですけど、本体が。まあ、ちょっとどんな感じなのか、楽しみですね。はい、じゃあ、今回の動画は開封からちょっとまあ接続して、プレステ5がどんな感じなのかというのを、初めて見るおじさんのリアル動画にしたいと思います。はい、じゃあ、開けてみましょう。どっちがどうなのかもよくわかんなくてね、これとりあえず横にして開ければいいのかな。まあ本当に箱でかいね。で、あーもうそのままだね、でかいでかい。ふにゃよし、これがそうか。でかいね。はい、こちらがプレイステーション5の本体の箱でございます。ほとんどの方はでも見てるよっていう話ですよね。まあでも私ちょっと初見なんで、初見なんで。はい、ここね、8K4K120fps HDR ということで、ソニーのロゴもありますね。当たり前か。はい、で、かつてないゲーム体験がここにということで、箱の裏がね、いろいろ書いてあるんですけれども、じゃあちょっと早速中身も出しちゃいましょう。もうでも何気に発売してからね、4日経ってますからね、4日経ってるんですよ。本当にちょっと早くね、触れたかったんですけど、なかなかね、大人って大変だね。まあでもそうは言っても、まだプレイステ5ね、買うのをちょっとためらってる方とか、まあそもそも買いたいのにまだ手に入ってない方もいらっしゃるので、そういう意味では、まあ全然ね、ありがたい話ですよね。あるだけね。で、まあこう、コンセント、電源ですね、ケーブルと、あ、もうデュアルセンスがいきなり頭にありますね。はい、ちょっとデュアルセンス先触っちゃおうか。もう、一番外側にあったからね。あれ、なんだろう、ちょっと大きい？ちょっと大きくない？デュアルショック4より。でかいぞ。いや、そうでもないのかな。ちょっと大きく感じるんだけど、若干気持ち大きいのか、デュアルショック4より。うん、なんかね、持った感じは、より上質というか、グリップの握りやすさは、デュアルショック4よりいい気がする。まあちょっとね、初めて触った印象ですよ。はい、じゃあそのまま中身出していきましょう。クイックスタートとセーフティーガイドが入っております。で、箱の中身になんだこれ。あ、HDMI ケーブルも入ってますね、中に。そしてマイクロ USB ケーブルも入ってます。これ何に使うんだ？コントローラーかな？充電か。で、これなんだろう？円盤状のものがある。これ何？ちょっと待って、これわかんない。これなんだろう？あ、足かな？なんだろう？これごめんなさい、私わかんないな。こういう時のクイックスタートガイドじゃないか。クイックスタートガイドにきっと書いてある。横置きするときに使うんだって、横置き。私これ縦置きにする予定なので、今のところ出番なさそうですね。なるほど、横置きに使えるちゃんとね、パーツがあるんだね。しかもこれ回転するんだ。ちょっとどうなってるのかわからないけど、試してみようかな、後でね。はい。で、本体が実際、ちょっと下、ごめん、ちょっと下に置く。で、本体がこちらです。これですね。ちょっと出しましょうね。どれが正しいんだ？あ、これ合ってる。PS マークが上向いてる。結構、重たいね。重たいんだね、本体ね。でかいね。確かに、確かにでかいですね。まあ、そんなに特別バカでかいわけじゃないですよ。その私がね、机の横に置いている自作パソコンはね、本当にバカでかいんですけど、それに比べたら可愛いもんですよ。ただ、PS4。プレステ4に比べると、ちょっとやっぱりね、大きさは、ね、高さがある分だけ大きく感じますね。あとは起動した時のね、音とかどうなのかな、そこも気になるな。接続してみましょう。じゃあちょっとこれ背面ですね。ちょっとなんかエロティックな、照明になっちゃってるんですけど、ごめんなさい。ちょっと色がね、もうこれに設定しちゃってたんで。はい、まずこちらに電源ケーブル挿して、電源ケーブルやっぱコンパクトだね。アダプターないからね。で、あとは HDMI 端子ですね。HDMI 端子はちょっと我が家にね、あるやつをそのまま挿してみます。
で、させたところで、この下が電源ボタンかな。お、ピッていったよ。あ、そうするとここ上の部分が青く光ってくれるんだね。はいはいはい、かっこいいですね。青く光ってますね、本体。なんじゃと。そしたらあれだね、デュアルセンスとケーブルでつないでくださいってガイドが出るんだ。すごいね。モニターにちゃんともう出てる。あの、何を次したらいいのか。はい、じゃあこちらを使いましょう。ケーブルね、使ってみましょう。じゃあこちらケーブルつなげて、これを USB。 はい、じゃあこれで PS ボタンを押せばいいのかな。どこだ、ここ、ここにあるんだ。あ、これで初めて設定になるんだね、日本語。これ×ボタンが、そうだ、初期設定だと決定ボタンになってるんだ。変えられると思ったんだけどね。ちょっと読み上げうるさいね。読み上げオフにしたいね。ちょっと読み上げオフにします、ごめんなさい。はい、で、定番のインターネット接続ですね。先にインターネットの接続してしまうので、 Wi-Fi を拾っていたらそのままパスワード入れて設定しちゃってくださいね。これからやる人はね。で、文字入力もすごく滑らか、なんか PS4 の時より滑らか。はい、で、アクセスポイントに接続中ということで、まあ、問題なく繋がると思うんですけれども、これ繋がっちゃえばね、もうインターネットに繋がった状態ですから。はい、で、表示エリアを調整が入りまして、まあ、この辺問題ないです。ゲームディスクを挿入。あ、インストールを開始。ディスク、どうしよう、なんか1個ディスク入れときたいな。はい、じゃあ試すディスクはこちらですね。ファイナルファンタジー7リメイクを入れてみたいと思います。じゃあディスクはこっちかな、こっち方向で合ってんのかな。はい、挿入できました。はい、そうするとレストモード中の電源オプション、レストモード中に利用する機能を選んでください。快適、省電力、カスタム、快適でそのままいきますね。常に最新版アップデートしますという。はいはいはい、ちょっと利用規約的なものか。これをね、一通りちょっと読ませていただいて。はい、で、システムソフトウェアをアップデート、PS5 のシステムソフトウェアをアップデートする、アップデートということで、これちょっと 4,5 分かかるみたいですね。その回線状況によりますけどね。うちの環境だと4分、868MB のデータダウンロードで、待ってる間にスマートフォンで別の準備を始められますという、進められますということで、プレイステーションアプリをね、入れてる方は、まあ、そのままでいいんですけど、持ってない方はこれ入れとくと便利ですね。私はもうすでにスマホに、プレイステーションのアプリ入れてありますので、特に追加する必要がないので、ここは省略します。これどうなんだろう、このデュアルセンスがどんな感じでブルブル、ブルブルってしてくれるのかすごく気になるんだけど、ちょっとそういう意味では、ファイナルファンタジー7はちょっと妥当じゃなかったかな。アクションゲーム系の方が良かったのかな。はい、アップデートが終わりまして、PS5 再起動。さあ、どんな感じになるかな。ゲームディスク入れた意味あんのかな。本体のシステムアップデートしたよね、ゲームディスク入れた後に。これ正しいのかな。はい、で、システムソフトウェアアップデート中ということで、インストールですね、再起動後に。もうこの辺はパソコンと一緒ですもんね。電源切ったりディスクを取り出しはしないでくださいということで、アップデート終わったかな。はい、そうすると再起動、あ、これか、インストールが終了するともう一度再起動するわけね。アップデートのファイルをインストール中です。はい、で、アップデート完了して、この後は、ちょっとね、パソコンのモニターと兼用だからね、再起動ごとにね、パソコンの画面が出てきちゃうのはちょっと煩わしいですね、私の場合。まあ、しゃあないね。はい、じゃあ再起動終わったみたいなので、また改めて PS ボタンを押しましょう。GO!、ワイヤレスコントローラーは新しいデバイスソフトウェアを利用できます。本体は再起動せずにアップデートできます。はい、今すぐアップデート。ちょっとアップデートだらけですね、最初はね。これしょうがない。我慢我慢。コントローラーのケーブルを抜いたりしないでくださいということで、ソフトウェア更新中でございます。デュアルセンスかっこいいよね。デザインいいと思うんだけどな。はい、そして、プレイステーションのサインインですね。手動でサインインか。で、サインインに関しては手動でサインインと、こちらですね、プレイステーションのアプリでサインインすることもできますので、今回こちら側ではサインインしちゃおうと思います。簡単にできるのかな。あ、ここにありますね、 PS5 でサインインっていう項目があるので、ここをタップしちゃえばいいのかな。カメラアクセス許可で OK して、で、多分読み込んじゃえばいいんですね。よ、あ、ブルブルってきた。はい、準備ができましたということで、これでログインしちゃいます。 OK。 はい、で、このまま OK 選択すると、これログイン完了です。楽だね、パスワード入れなくていいんだ。うんうんうん、だからやっぱりね、プレイステーションのアプリ入れといた方がいいですね。プロフィールを選択してプライバシー設定を変更。あ、このあたりちょっとちょいちょい決めちゃいますんで、ちょっとお待ちください。はい、で、セキュリティを二重にしてアカウント保護するっていうのがあるので、二段階認証ですね。これは必ず今のね、セキュリティでやっとくのが標準っていう考え方でいいと思うんですけれども、確認コードを受け取る方法を選択ということで、 SNS か認証アプリとあるんですが、私はちょっと SNS 利用しちゃいます。
はい、で電話番号を入れてそこに送られるという形になりますので、ここもちょっとすいません、目隠しじゃないんですけど一回ちょっとねカットしますね。で一通りの設定が終わるとメディアアプリをダウンロードって項目がありますので、自分が使う項目だけ入れればいいと思います。私はですねプライムビデオは見てます。ダゾーン見ません。Unext 見ません。 Apple TV 見ます。 YouTube Netflix 見ますということなので、この4つですねをダウンロードいたします。あ、いいね。そっか、今後は PlayStation 5で Netflix も見られるんだ。これは便利だな。まあ、私の場合はね、ここのパソコン、Windows パソコンで見ればいいだけなんですけど、PS4 からデータを移行しましょうというのがあるので、お使いの PS4 ユーザーゲームセーブデータを移行して、設定が完了できるということで、ちょっと移行しましょうか。私結構ゲームのデータがあるので、データテンスの準備、PS4 の電源が入ってて PS4 と PS5 が同じネットワークで接続されてると OK か。有線 LAN で接続すると転送が早く終わる。あー、ちょっとこれじゃあやっちゃう。ちょっと待って、 PS4 今外しちゃったわ。まあ、ちょっとね若干ごちゃごちゃしてきましたけど、右側に今映ってるのが PS5 の画面で、左側が PS4 の画面になってます。はい、 PS5 と PS4 がね定位置にあるんですけど、今両方起動した状態です。これでデータの移動を準備できるのかな。同一 Wi-Fi だよね。家の中で繋がっていればできるということなのでやってみたいと思います。はい、じゃあこのまま続けてみます。 PS4 検索中ですということで探してくれてますね。同じ家の中のね Wi-Fi 繋がってるからねできると思うんですよね。でも時間ちょっとかかりそうかな。データどうなんだろう、どれぐらい送るのかな。デュアルセンスかっこいいな。なんかこればっかしだけどね。どうなんだろう、どうなの。データ転送準備結構かかるな。しばらくお待ちくださいが結構待たされますね。ちょっとお風呂入りたいですよ、私は。そろそろ、あ、来た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 、 PS4 見つかりましたということで、データ転送準備するために PS4 の電源ボタン1秒以上ピピッと音がするね、ピッと音がするまで押し続けてください。やります。はい、タイマー出てると焦っちゃうね。電源ボタンを1秒、起きた、ピッ言った。あ、そうすると PS4 が再起動する。あ、来た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 、こっちだね。はい、こうなってと、別の本体データを移行する、移行の準備中ですということで、今準備中になりました。 PS4 の方がちょっとね、 PS5 が目の前にあってね、ごめんなさいね、ちょっと邪魔でしたね。PS4 は自動的に再起動します。改めてちょっと PS5 の方をよいしょ見ましょうか。はい、こんな感じですね。ちょっと確認して、はい、そうすると転送するデータを選択してくださいということで、全ての転送可能でデータかカスタムするかになっていて、現在私の PS4 には転送されるデータサイズ 114GB、 PS5 の本体ストレージは余力がありますので、まあ、全部移動しちゃいましょう。はい、じゃあこちらを×ボタンポチッということで、移動します。あー、娘のデータがちょっとあるか。はい、転送開始ということで、59分ですね、予想時間。これはもうお風呂タイムですね。お風呂行ってきます。あの入浴シーンはなしですね。風呂行ってきます。ですね、時間の方がよいしょ、はい、今夜の10時になるとこですね。データの移動を8時ぐらいから始めたので約2時間で、はい、97% まで来ました。もうちょっとでデータ移行終わるね。いやー、かかるね、やっぱりね。はい、データの移行が終わったようなので、よいしょっと、こちらまたボタンを押して、よいしょ、 PS5 を改めて確認したいと思います。 PS5 PlayStation 5へようこそということで、またこっからかい。お、あ、来た来た来た、これが新しいね、 PS5 の UI ですね。おー、おしゃれだね。基本は PS4 と変わらない感じかな。あ、でもゲームとメディアで分けられてる。で、メディアのところには、Netflix、YouTube、Apple TV、プライムビデオということで、私がさっき使うって決めてね、インストールしたものが入ってます。アカウントをこれ入れとけばすぐに見られるってことかな。Netflix とかやってもアカウント入力になるよね、きっとね。Netflix はアカウントを入れる形になるんです。そうだね。はい。じゃあ、ここでアカウント入れれば、普通に Netflix、Netflix を見られるってことだよね。はい。じゃあ、ちょっとその辺はまた後々やろうということで、あ、PS ボタンを押すと、こう、ショートカットが出てくるのかな？はいはいはい、ショートカットが出てきて、ホームに戻ってみましょう。そして、ゲームだね。ゲームがどうなってるか。今、ディスク入れてあるのが、あれ、ディスク入れてあるのはどれだ？メディアギャラリー。あ、これだ。ファイナルファンタジー。はい、じゃあ、FF ですね。プレイディスクに入れ替えてみます。はい、で、アップデート完了したということで、ファイナルファンタジー。7リメイク、ちょっと起動してみますね。はい、起動した状態で、どうだ、これロードどうなんだろう、早いかどうかってね、差出んのかな。
全体的にどうなんだろう、ロード。あ、でもなんだろう、ロードが今左側にポンって出たけどすぐ消えたね。どう？これニューゲーム。あ、え、ロード。あー、データあるね。あ、なんだろう、読み込みこれ早いのか、どうなんだ、なんか早く感じるところはあるな。じゃあちょっとどうしようかな、スタートのとこからちょっとニューゲーム選択してみる。ノーマル。ちょっとこれファイナルファンタジー7リメイクのねスタートのとこですね。はい、オープニングがあって、ちょっと待って分かりにくいか、ちょっと分かりにくいかこれだと。ちょっとごめん、ちょっと変える。あ、なんだこれ、どうすればいいかちょっと分かんないぞ。なんか見え方が新しく変わってるから、ちょっとこっちか、これか。ちょっと待って、このシーンをスキップすればいいんか。スキッピング。お、早いんじゃない、ロード。今スキップしたらすぐだったよね、ロードない感じ。なんかもともと FF7 リメイクって快適だったよね。だからちょっとタイトル変えようか。はい、じゃあちょっとですね、ゲームタイトル変えてみます。はい、今アダプティブトリガーを試してるんですけど、試してるのが私じゃなくて、はい、娘が試してます。どう、そのアダプティブトリガーって、ブルブルすげえくる？ブルブルすげえよ。すげえ、なんか今までの PS4 と違う？違う。おお、すごいね。ちょっとじゃあ先進んでみたら、タッチパッド。それどう、タッチパッドもないの、すごい。ブルブル感ない。あ、それはブルブルしないんだ。音が面白い。あ、じゃあちょっと次進んでみて。なんか絵描けた。すごい、絵が描けるの。うん。ああ、そういう風になるね。あ、そこでじゃあさ、あれだね、 iPad とかみたいになんか描けるんだね。おお、じゃあ次行ってみようぜ。なんか喋ってるね、そこでね。どうした？モーションセンサーだって。すげえ、なんか音がすごいしてるね。でもこの中に本当になんかさっきのロボットみたいなのが入ったみたい。あ、そっか。よっしゃ、進めマイク。すごいですよ、傾けて操作するっていうのすごいね。ちゃんと傾けて反応していくんだね。そう、でも傾けてジャンプさせるっていうのがちょっと難しい。なるほど、それ慣れだね、きっとね。よし、オッケー。すごいな、このゲームはあれだね、なんかそのコントローラーの特性をすごくこう覚えられるゲームだね。すげえ、なんかトロフィーゲットしてるね、素晴らしい。はい、ということで、娘にアストロプレイルームを遊んでもらったんですが、すごい面白そうでしたね。で、やっぱりこちら、新しいコントローラーですね、の特性をすごい活かされてるゲームなので、良さがすごく分かった感じがします。グラフィックもすごい綺麗でしたしね。はい、でここであえて PS4 のゲーム、グランツーリスモスポーツですね、こちらの方のちょっと感覚を見てみたいと思います。スタート。どうだろうね、グランツーリスモクラスのゲームがね、ロードが快適だったらすごい嬉しいよね。はい、でちょっとですね、グランツーリスモスポーツをね試そうとしたらアップデートに7時間って出ちゃったので、これはちょっと今の時点では試せないですね。やっちまったね、グランツーリスモデータ多いからね。これじゃあまた後で試してみたいと思います。まあでもですね、全体的にレスポンスはすごいいいですね。プレイステーション4も UI とかは優れていたんですが、レスポンスに関しては圧倒的に PS5 早いね。なんかパソコンでいろいろこう調べ物してるのような感覚でガンガンできるから、うん、やっぱり次世代機っていう感覚はすごく味わえますね、この時点で。あとですね、プレイステーション5のこのストアなんですけれども、ここでちょっと見ていくとタイトルをね、一覧をざっと見られるんですよ。PS4 はまあいいとして、 PS5 すべてのゲームっていうのをちょっと表示してみますね。ここを表示すると、 Call of Duty、 Cold War があって、まあいろいろとこうアプリソフトはねあるんですけれども、まあ数がそもそもが少ない、まあやっぱり少ない。でライザのアトリエ2とか、まあアサシンクリードバルハラ、ウォッチドックスレギオンもありますけれども、プレイステーション4でも遊べるゲームですし、まあグラフィックがね PS5 になってアップデートされるっていうのはあると思うんですが、まあやっぱりちょっとね、タイトルがないですよね、プレイステーション5オリジナルタイトルっていう意味では。まあ今のところ PS4 とほぼ兼用かなっていう状態のものがほとんどでございます。でもちろんデモンズソウルも元がねすごくいい作品だから、あのいいゲームだなとは思うんですけれども、ちょっとレビューなんか見てもね、デモンズソウルに関してはもうリメイクというよりはリマスター版ということで、原作そのままの展開、それでいてグラフィックだけがアップデートされたような感じっていうのがレビューで評価されていたので、いいゲームなんですけど、まあプレイステーション5で
まあ、新しいね、このデュアルセンスですね。こちらを活かせるっていうゲームではないので、まあ、そういう意味ではやっぱりこの後ですかね、プレイステーション5のオリジナルタイトルで、面白そうなのが出てくるのは、はい、というような感じでございます。ちょっとね、このラインナップね、プレイステーション5のゲームっていうのを全てを見た状態で思えることですね。はい、最初のプレイステーション5開封動画に関してはこのぐらいでちょっと区切らせていただきたいと思います。ちょっともうね、夜で、試せることも少なくて、で、データのダウンロードとかアップデートにまだまだ時間がかかりますので、そのあたりは後日追加で、ちょっと動画の方をまたやっていきたいと思います。で、プレイステーション5に関しては、これからまだね、購入を検討されている方なども多いと思いますので、事前に、まあ、何か確認してほしいこととかありましたら、まあ、コメントをどこに入れといていただければ、私自身でやれそうなことであれば、ちょっと試してみたいと思いますので、そういった意味ではコメント欄を利用していただければと思います。はい、今回こんな動画になりましたが、また落ち着いて日中撮影できる時とかね、ありましたら、ガンガンとプレイステーション5の話とか、まあ、あとはちょっと今、動画撮りたくてね、撮りたくてしょうがないカメラの話など、落ち着いたところでやっていきたいと思います。今回も動画のご視聴の方ありがとうございました。ではまた別の動画で。バイバイ。あれ今ね、なんかプレイステーション5すごいブーンって音してるんだけど、何これ、これが何、なんか音がうるさいって言ってたやつかな。なんかたまにね、すごいブーンって変な音がしだす。